北海道では2度目の緊急事態宣言が出され、生活に不可欠な外出を除き人との接触を避けるように要請が出されました。北広島でも市役所前の通りも、いつもは人であふれる三井アウトレットパークも人影が絶えています。 JR 北広島駅西口前もやはり閑散としていました。JR 北広島駅西口を出てすぐの場所にある焼き鳥キッチンアジトを訪ねてみました。いらっしゃいませ。緊急事態宣言が発令されまして、お店では大変な思いされていると思いますが、いかがでしょうか。はい、去年の売り上げに対して 50% の落ちております。お客様はいらっしゃいますか。そうですね、お客様はやはり、怖いんですよね、コロナでね、半分以下になってます。平成17年にこの場所にオープンした焼き鳥キッチンアジトは、これまで長く家族連れや仲間同士の気軽な飲みニケーションの場として親しまれてきました。開店時間を少し早めたため、今は客の姿はありませんが、電話注文を受けてのテイクアウトサービスに力を入れました。各種焼き鳥メニューのほか、オードブルも充実しています。元ホテルの料理人だったオーナーご自慢のラインナップです。感染防止対策として手狭なこの店でもいろいろと対策をしていました。小上がりなんですが、通常は3テーブルで営業しているんですけれども、非常事態宣言出てきた後は真ん中のテーブルを使用しないで両脇の方を使ってやっております。これだけ空間があるので安心してご利用になれると思います。はい、こちらなんですけれども、外から流れる換気の部分でこれぐらいの窓を開けて風が入るようにしてあります。はい、カウンター席の方なんですけれども、通常はこちらの方も少しずつですが開けまして風の通しを良くしております。あとはテーブル、こちらの方はカウンター席、通常9席ございますが今5席の方で延長しております。休業するお店が多い中、はい、ここでは休業しないというのはなぜなんでしょうか。はい、駅前の明かりを消したくないので、できる限り可能な限り店は営業していきたいと思ってます。帰ってきた時にですね、どっかのお店が開いてればいいかなと思いまして、可能な限り続けていきたいと思ってます。私も焼き鳥大好きなので今日はテイクアウトしたいと思います。いいでしょうか。はい、かしこまりました。お時間の方少々いただきます。よろしくお願いします。はい、作る人も食べる人も味な人という意味で名付けられたこの焼き鳥キッチンアジト、新型コロナウイルスの感染防止に最大限努めながら今日も元気に営業を続けています。新型コロナウイルス感染拡大により営業時間、定休日が変更となる場合があります。ご来店時は事前に店舗にご確認ください。